会社名とお名前お願いします。フュージョンの亀梨です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、いろんなブランドありますけれども、はい、まず紹介していただくのは、今年の春から、日本で、大々的に販売を始めます、ボーナムという、ブランドになります。本当に初めて聞きますけど、はい、どんなブランドなんですか？カリフォルニアのオーシャンサイド発の、スケーターが作った、アパレルブランドになるんですけども、こちらは、キャンプだったり、釣りだったり、ハイキング、まあ、そういった遊びをメインとした、あと横乗りのつながりのある、はい、ブランドになっております。だから僕らのこの今、ね、足元にありますけど、はい、これキャンプの、そうですね、これはキャンプのテーブルですね、はい、キャンプの時に使うテーブルで、まあ、はい、ここにビールを置いたりとかする、はい、折りたたみのテーブル。僕が持ってるのが、これが、クーラーボックスです。はい、面白いですねこの形もね。そうですね、クーラーボックスだったりで持ってるあとこの卓球のラケットですね。これ本当に出てるんですか？はい、これも一応ボーナム特製で、ちゃんとロゴが入ってますし、このケースもついた、ものです。まあ、残念ながらペン派の人には申し訳ないんですけどシェイクしか、はい、シェイクだけですか？そうです、そういうことですあるということで、はい、こういったブラン小物も充実してるんですが、まあ、アパレルブランドなんで、こういった、まあ、いろんなアパレル全般が充実したブランドになっておりますね。はいはい、これはまあ、これはどんな風にこう今後展開していきたいと。そうですね、やっぱりこの横乗りですね、アクションスポーツ全般に、の人たちに、使ってもらいたいなって言われます。あとはこのブランドの名前なんですけど、ボーナムっていうブランドの名前は、これでちょっと見ると分かるんですけど、これ反対から読むとマンホビー、マンホビー、男の男の、趣味っていうかを逆からしたのがボーナムというブランドなんで、もう本当男心をくすぐるアイテムを、これからもどんどん作っていくと思います。さあ、人が変わりました。担当の方変わりました。ブランド名とお名前お願いします。ホリデースノーボードをやってる長谷川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ホリデーってどんなブランドですか？まあ、どんなブランドっつうか、まあ、こう休日を楽しんでもらえるようなスノーボードを、はい、作ってます。はい、でその中から今日は一つ紹介していただきたいんですが、何を？じゃあこのプレミアム、はい、まあ、このプレミアムなんですけど、この中のコアから軽く説明していいですか？はい、この足元にこのバンブーコア、このストライプのバンブーコアが入ってるんですよ。でこれ入れることによって、エッジのこの何ていうんですか、グリップも上がってしっかりこうカービングができるボードになってます。でこのカメラに見せてもらえますか？はい、でこの縦の黒いのがカーボンになってるんですよ。だからすごい反応もいいボードになってます。はい、でそれの完成品がこちらになるんですね。はい、でこのボードリアルウッドシートを使ってるので一本一本木目が違うんですよ。すごい、もう一本一本こう、まあ、スケートデッキみたいな感じですね。だからプレミアム。あ、まあそこまでそこまで考えてないっす。はい、ホリデーですからね。はい、その休日をね、休日をもう楽しんでもらう、まあちょっとこのモデルは今までパークとかやってた人がちょっと今度カービングとか、はい、まあ、クルージングとか楽しんでもらうために作られたボードなんで、まあ、ちょっと大人向けな感じのボードになってますね。まあ、それはホリデーと、はい、シンプルに。そうですね、もうシンプルイズベストみたいな、はい、ちょっと最後、はい、このゴールドの方は純粋なキャンバー形状になってます。はい、よりエッジグリップが上がってるので、もうカービングとかをしっかりやりたいっていう人には、はい、まあ、こっちのキャンバー形状がおすすめになってます。ゴールドとシルバー、はい、2つ紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあ最後はまた亀梨さん戻って、はい、やはりこのブランドですね。そうです、ナイトロです。はい、ナイトロどんなブランドですか？ナイトロは、まあ、スノーボード、今あのスノーボードのイメージ強いんですけど、まあ、スノーボードだったりウェア、まあ、ブーツ、ビンディング、全てある総合のスノーボードブランドにはになっております。なんかちょっとこう最近板のイメージが強すぎて、はい、忘れがちになっちゃってたんですけど、もう今も引き続きなんですね。そうですね、引き続きオールラウンドの、全てのものを扱ってる、ナショナルブランドですね。でそんな中左手には、はい、ポップなカラーの、クイバーシリーズという、はい、あのモデルですね。これはあのシリーズになってまして、オースティン・スミスというライダーと、あとブライアン・ホックスというあの2人のライダーの、が企画して、全て、プロダクトしている、モデルになるんですけど、これがあのナイトロのクイバーシリーズというものです。で、その中でも、まあ、その用途に、よっていろんな、板を出してるんですが、まあ、一番例えばキャノンというモデル、これは本当にあのディープパウダーでも滑れますよという板ですね。で、あと、まあ、本当ちょっと端折っちゃうんですけど、このクイヌアートというモデルは、これはもう、まあ、サーフィンのような動きができるあのモデル、あのノーズとかテールも、まあ、あのちょっとオールドなサーフボードを意識したシェイプのモデルになってますね。でこの辺はあの昨年から出てるモデルと、まあ、ほぼ変わらないんですが、このクイーバーの スカッシュというこの2つのモデルですね。そうですね、これが、一応カービングに特化したモデルです。これはもう完全に、来季の新しい、シェイプになってますね。で なんとなくこうね、この形こんなにラインナップ出すかぐらいな感じですけどね。そうですね、でもやっぱり、こういう板というか、もうオールラウンドにあのいろんなものが楽しめるボードっていうのがやっぱりいろいろメインになってきてるというか、はい、フリースタイルだけじゃなくて、オールマウンテンボードっていうのが、結構ナイトロ車は多くなってきてますね。出ました、ぶっといやつ。でこれも、クイバーのパウダーボード、完全な、まあ日本でも結構深い雪でも滑れるような、パウダーボードです。はい、で、こちらこれちょっと短いんですけど、ツリーハガーつって149センチのモデル、これはタイトなツリーの中でもカービング切れて、いいライディングができるというモデルですね。これがあのクイーバーシリーズという、まあ、フリーライディングを、まあ、いろんな、ところでできるモデルになってますね。クイーバーシリーズだけでもこんなにたくさんありますから、はい、ぜひナイトロチェックしてください。さあそれでは最後に、はい、動画をご覧の皆さんにですね、改めて、PR の一言いただけますか？はい、一応うちは、まあ、今3ブランドだけ紹介させてもらったんですけど、実はまだまだ、はいはい、あの10ブランド以上ありますんで、まあ今回紹介しきれませんでしたけど、はい、まあ、その辺も、はいはい、ぜひよろしくお願いいたします。間に合えばブースにもお越しください。ありがとうございました。お待ちしてます。ありがとうございました。